今後は物語が生まれ人々が集う場所へ、特集夜という一冊です。この 2,3 年で夜というものが無条件で悪者になったり窮屈になってきたという側面が少なからずあると思います。でも夜だからこそ生まれてきた文化や人とのつながり、夜にしかない居場所がある、それらを覚えておきたいとこのタイミングで一冊にまとめました。編集者の野村君一さんのテキストから始まるこの号は、プロスケーターの堀米雄斗さん、格闘家の那須川天心さん、タレントの水原希子さん、お笑い芸人のラランドサーヤさんなど、たくさんの方が夜に何を思い、どう楽しんでいるのかを紹介します。スポーツ、お酒、エンタメ、アクティビティなど、そのジャンルは様々です。ブックインブックは本当は教えたくないナイトタイムアドレスと題して、27人の方が一人の夜を過ごすとっておきの場所をまとめました。この特集を読んで、街に繰り出さなくとも家の外に出て夜を十二分に楽しんでみてください。特集夜は8月16日発売です。